これは3本ですね、3巻になってる。3巻流れ、やっぱり流れ作りますよね。でももうこれは右流れでいいでしょ、これ、うんうん、でこっち右へ流れるんだったら反対側に向いてる、こうに持ってくれば、うんうんうん、右流れなんですよ。これだってこっちへ。3巻の場合はお父さん、お母さん、子供の形で作る。そう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 、お父さん、お母さん、それから子供。だからこれは子供で、お母さんをこっちへ、あ、お父さんか、うん、お父さんがそっぽ持ってこれひねってくれ。お父さんが一番前、一番前、うんうん、でお母さんが次、うん、子供は後ろ、はあ、これこうじゃダメですよ。子供が前で出しゃばっちゃダメ、うんうん、基本ですか、基本。子供が出しゃばるのお父さんが認知症とかになった時、出しゃばって手引いてけばいいんですよ、うんで三角の場合はここ三角形ができますから、うんうん、ここに正三角形にならないように、はい、あ、ずらした方がいい。そうそうそう、これは正三角形じゃないですよね、うんうん、これがこう離れてるとここ正三角形になっちゃう。 そういう場合はこうくっつけて、うんうん、そういうふうに作ってきます。これはもう三角で右流れ、似たようなやつです。暗く方向はついてますけどね、うんうんうん、はっきりした方向性がない。それとまだ差し切ってそんなに立ってないですから、うんうん、手があんまり入ってない、厳しさってのは出てないですよね。そうですね。とりあえずはこのこう刺しました。これ正面として途中相関、うんうん、途中相関、途中、はははあ、ここからここに出てれば相関ですけど、はい、ここから出てれば途中から途中相関って相関、はい、でこういうふうに形を作っていきます。流れを作る、流れを。ただ枝もまた抜きますけどね、こういう枝とかこう抜いていけば。なるほど。そうするとこの枝がはっきり出てきます、うん、これは割とスタンダードな、スタンダードです感じですね。で、あとは厳しさをどうやって作るかですよね、うんうん、ただこう平地でゆうゆうと育ってる、楽に育ってる、心配、うん、がそうじゃないですからね、はい、もっと厳しく育っていく。なるほど。その形を作っていく。例えば木かなんかの重みでパクってこう、うんうん、折れたような形か、ここまで雪に埋もれちゃってて風で枯れてしまって地になったとか、うん、そういう想定で作っています。親と子があって、はい、天神というのがありますね、はい、天神って上の方が地になって、はいはい、でよくねこれで地作る人に絶対天子供にこれ絶対ありえないですからね、うん、これ。ああ、なるほど。何かっていうとこういうふうに雪でこう埋まっちゃうんですよこれ、はいはい、埋まってるってことはそのまま翌年また生きてるんですよ、うんうんうん、それはこう地に作った。なるほど。天神に作ったらおかしいってな。一番上になってるやつが地じゃないと。そうそう、この長い方が例えばここで雪に埋まってしまうね、うん、風にさらされてここが枯れて地になってしまう。でここが生き生きとしてこう下の方がこう地に作った。なるほど。不自然。不自然。自然だとありえないってことですね、うん、自然の中ではないと思いますよ、はいはい、私見たことないからそういう想定ですよね、うん、もう葉っぱが多すぎでしょ、うんうん、枝が抜けてないんですよね。上から見るとこの辺はこう3本になったとかあるかな。この辺まずこれ抜きましょう、はい、うん、でさっきの立ってるやつね、それ全部かね。あ、ごめん。そうそうそう。で立ってんの。そしたらこれでいいでしょ。次、この枝。これもちょっと多いんで、一個取りましょう。もう立ってるやつ、うん。ここは真ん中の真ん中。これ。そう。ずっとこれ2本2本だった。うん、2つに分かれて。次、これだ。これ見てください。これいっぱいある。ほら。これ使いましょう、スタートに。こっち側いらなくなる。これいらない。はい。針金をかけていきます。16は16は18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 は狭いんですよね。幅が広くないで、まあいいよね、確か冬はほとんど当たらない。ここでこれかけてます。45度ね、45度。最後ね、ここだとこうグラグラしちゃうんですよ、ここが、はい、こうね、だからこうを直角にこう上げるんです、ここに、ここまで。で、ここで切る。角度をこう変えるんですよ。で、ここがほら、固定され。これがこの45度でずっと来ちゃうと、これプラプラしてるんです、ここが。で、今度これいきましょうか。はい、
流れが変わっちゃうから、右回りの場合、左回りの場合はこっちを左回り、絶対揃える。うーん、3巻だったら3本、うん、巻き方は同じ。そう、巻き方向、じゃあ木が右流れか左流れか決まったらもう巻き方も決まる。巻き方、それ例外はありますよ、うん、基本的にはこの巻く方向は同じにしていかないと。なるほど。あの寄せ植えなんかでも巻く方向はこうなってた、うんうん、かっこ悪いですよね。そしたら今度はこれ一応幹に針金をかけ終わったんで、こうひねって、これをさあ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 、少しずつひねってます。やっと使ってます。この針金もさあ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 、どこどこっちもさあ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 、うん、そうです。もっとひねりが入ってこっち向いてきてるから、今度ね、こうやって、今度上行きましょうか。もう一つ上行きましょう。はい、よいしょ。いいんじゃない、こう邪魔しちゃうね。はい、だからもっと中入れておかないと。こうね、さあ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 、いい、はい、うんうんうん、普通それもひねって前出しちゃう、前出してくる、うんうん、はい、針金持って曲げていくもんなんですか。針金は木を曲げるんじゃなくて、うんうん、針金を曲げるの。みんなこう木を曲げてとかなくてど、針金を押さえて曲げるんじゃなくて効かないですよ。これ導線だから。導線だとそういう曲げ方、そう、導線だとね、あのかなり効くから、細い針金で、うん、そうそうそう、それでいいよ。ここでひねり入れてこう持ってくる。よし、はい、そう、針金を動かしていくと木が自由になるんですよ。これいらないでしょ、これいらないですよ ね、 こう後ろのこの木を横切ってるんですよ、うん、これ でこれ取っちゃう、はい、あとは基本的な形はこれでいいでしょ。これもう一箇所はね、こういう模様がないんです、これ、うん、こうだから、こう模様つけましょう。針金持ってガッてグラグラ、そうそうそう、うん、はい、先行って、こう持って、そう、ほら、こう模様できた。そしたらこの先につける、こう持ってください。こう押さえて、そう、ひねる。そしたら、ね、自然に模様がつくはず。ちょっと抜いていいですね。どうですか。もう一回、もう一回。みんな一塊になっちゃってます、うん、これもっと下げてもいいんじゃないですか、ね、ここにこうやってたでしょ、これ、うん、大体の基本的な軸ができてます。あんまり前から見ると分かんないですね、三冠だって。ここの裏にあるんですか。ここが一番、ね、手が入ってるところです。どうですか、ご本人。結構気が変わったでしょ、これ。だいぶ変わりましたね、うん、いや、小さくても大変ですね、これ。大変シンパクはね、今やんないとね、はい、頭がやっちゃったらダメだから、こう皮がずるって剥けちゃって、カラス確率ないです。大きいのも大変だけど小さい方がただね、こう小さいやつだと、うん、細かい模様を入れていかなくちゃいけないから。そうなんですね、結構難しいです。難しいんだ、うん、うんうん、かっこいいですね。かっこいい今日はまだこの後やります、これ。いやまだやる、もうこの辺にしとく。もう1本ぐらい、これいくか、うん、いきます。この木はね、こっちから見ると、はあ、こことここはないんですよ。裏枝がない。うん、裏枝がない。だからこれも、うん、あのこう ひねり込んで前後の枝作っていかなきゃいけない。もう最初抜いた方がいいですよね。枝を少し抜いてきましょう、これ。
銅じゃなくてアルミの線じゃダメなんですか。アルミ、うん、こう基本的にはね、漆黒類は銅線加工です、うん、ってことですよね。太くなっちゃうから、うんうん、細いので済むでしょ。効かない、効きにくいからってことですよね。女性もこれやるんですか。じゃあ女性じゃ大変じゃないですか、作業が。女性がやるなら大変じゃないですか。そうじゃないですか。そうでもない。うちの私行ってるあの学校で、はいはい、女の子をかけさせて全部へぇ銅線ばっかり。でも、アルミ製は大変そうに見える。やっぱり小さいから余計そうですよね。変なとここう細かく力入れなきゃいけないから大きいやつは楽なんで。ああ、じゃあその女性の方も大きいやつかけたんですか。あ、こう小さいものができたらね、大きいのなんか簡単に。うん、これはああこう、うん、あパッテン、あこれです失敗です。まあいい、まあいいですよ。まあでもね、かかってれば僕はいいなと思ってますけど。夢中になってるんですよね。そうそうそう、まあ、どういう風に作るんでしたっけ。まずね、これを、うん、ここがこれをもっとこう、そうくっつけば、ほうほうほう、つけるという。これ邪魔になるから立てちゃえば、こうね、こう立てちゃうじゃん。こうにくっつく。針金縛っちゃえば。縛っちゃう。またを締めろってやつですね。そう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 。ちょっと道具持ってくるわ。年取ってくると大きいと運ぶのも大変だし、うん、そうですね。僕も賃貸なんで家が、はい、あ、もう大きいの持たないようにしてるんですよ。そうですね。でも小さいのは小さいので大変だなっていう、今日つくづく感じました。針金かけかな。さっきつっちゃいました、ね。こう針金の上に乗っかってくる。こんな感じですか。今度は。こう沿わせたんですよね。先端逃がす。向こうに向けちゃダメですよ。そう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 。うん。でここちょっと広げてるのこれ。はい、いいですいいです。それで足元ギュッと締めたでしょ今。はい。でそのためにこう針金締まったんですよ。でここからまた逆に戻すから。はい。これ動かないです。でまずここができました。そしたらまず親を決めてみましょう。親の方。はい。こっちは子供だから、ここの模様を作ってみましょう。下げてグッと下げちゃう。下げちゃう。下げちゃう。大変ですよ。こう針金持つのは大丈夫ですからね、はい、このこう持っちゃうと、ずるっていっちゃうから、はい、これ針金こう、はい、やつこう斜めに、ね、こうに、はい、これだったらね、はい、この角度で入れていければここを持っても大丈夫なんです、うんうん、これをこうやって、はいはいはい、完全にずるっていっちゃいます。で大きく曲げる前はちょっとこれ開いて、はい、テコでこうやって曲げて、これでこうやってひねっていくと、今これ平らでしょ、この曲が、はいはい、これ上向いてください。これひねっていくと、この曲がりがここに、そうすると上下の模様ができる、これできたでしょ。それを見て拒否されたあ、そうなんだ。が楽しみですかね。ちゃんと生きてればね。生きてれば。だいぶ印象変わりましたね。うん、なんか植え替えでもまたね、角度変えたら面白くなりそうですね。うん、差し木して、はい、グラフ立ったら、こう元に模様つけるんだ。元に。元。こういうこう長い木が多いですよ。差し木して。ここはね、最終あの細いうちにね、模様つけちゃう。ひねりで。立ち上がりこうまっすぐやつは、これガーッとこう。このぐらいみんなスッと上がっちゃってますもんね。これは上がっちゃってるんですよね、うん、足で踏んづぶしてみんなこれちゃった枯れちゃったなんつうんだいや、こんな感じでまだ残りもあるけど面白いですね、やっぱ全部形が違う。だいぶあの盆栽らしくなってきてなんて言いましたね。あの曲げるコツ分かったですよ。針金の持ち方上手いから、へきつさも分かりました。
キッズさんも分かりました。あと自分でやらないと。あと3つありますからね。まあでもお家でもねできますからね。少しこう削って心拍小さいの、小さいの、小さいの大変ですね。これできたらさ、石づくりしてもいいんだろうな。あ、確かに。という形ですかね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。で、初日、初日です。持ってきてもらった盆栽がこちら。これは岩付きの心拍になります。なんかあれですね、あんまり見ない。これはとあるオークションで買ったものなんですけど、2年ぐらい放置したままなんで。なるほど。盆栽9を見てですね、はい、ちょっと教室に入って習ってみようかなって、はい、素晴らしい。あの動画見て教室入ってもらった方は初めて。そうですね。ですかね。この間、先週ですかね。そうですね。あ、そうそうそう、来ていただいて、その際に盆栽9を見て教室入りたいんですって言って来てくださって。そうですね。盆栽9を見てって言って入ったら何か得点つけるのとかどうですか。アドマッチ的な、うん、ブランチとか初月1000円オフみたいな。1000円オフみたいな。それあれがね、ボーイさんに払わないといけない。そうですね。いや、僕はいらないんで。そういうのちょっとやっときましょう。あ、ね、僕に決められない。僕が1000円払いますよ。僕が1000円払う。この盆栽を見て入会した方には、僕が1000円払う。マイナスじゃなくて、マイナス、ただのマイナス。何も得しないっていう、ね、で嬉しいじゃないですか。そう、嬉しいですね。本当にありがたいですね。じゃあこれから、はい、あれですね、一緒に頑張りね、一緒に盆栽の高みへ。もうあと2年で定年になるんでね。あ、定年の後の楽しみも兼ねて少し覚えていこうかな。絶対ですよ、はい、はい。そんな感じでありがとうございます。はい、頑張りましょう。